はいタです今回は自ら進んでやる気になる方法について話をしていきたいなと思います。やる気が出ないと言っているあなたに朗報ということで、まあ、普段からやる気が出ない周りの人と比較して何で自分は怠け者なんだろう新しいことを始めても続かない言われたことしかできない、まあ、こんなあなたに最高の気づきを得ていただくべく音声を届けたいと思います。 まず最初にですね、まあ、やる気というのは、物事を行おうとする気持ち、欲求のことを言いますよね。やる気が起きないということは、物事を行おうとする気持ちが持てない、まあ、欲求がそもそも出てこないとか、欲求が持てないということですよね。ただ、そもそも論としてですね、自分が本当に成し遂げたいこと、夢や願望を描こうとしているのかということが重要になります。まあ、なぜかというと、人間の本能にはですね、 まあ自己成長欲求っていうのが含まれてるんですよね。どん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 進化成長していきたいという欲望っていうのがもともと人間の本能の中にあるんですよ。ただ、どのように成長していいのかがわからないとか、どんな夢や願望を描いたらいいのかわからないという人が非常に多いと思うんですよね。なぜかとというと まあ大前提として先ほども言いましたけど人の本能に自己成長欲求っていうのが組み込まれていますと、まあ、それにもかかわらずなぜどのように成長していいのかがわからないとかどんな夢や願望を描いたらいいのかわからないということが起きるのでしょうかということで、まあ、それはですね、まあ、過去の記憶によって本当にやりたいことが見えなくなってるからなんですね、まあ、人の価値観っていうのはあらゆる過去の情報によって作られていきます、まあ、過去の記憶と言っても過言ではないですよね まあ過去に受けてきた、ね、あとは入力してきた情報ですよね、まあ、実際に体験してきたこと、あとは目,目とか、ね、耳とか、ね、五感で感じてきた情報によって自分の価値観というのが出来上がっていくわけですよね。あれが好きだ、これが好きだとか、あれはやってはいけない、これはしていいとかね、そういった価値観というものが作り上げられていくわけです。 で人の本能に自己成長とか夢願望を叶えたいっていう欲求が備わってるにもかかわらず、ね、過去に入力してきた情報によって本当に叶えたい夢とか願望っていうのが押さえつけられてる、ね、もしくはもやがかかってね霧のように、ね、目の前がもやがかかって見えなくなっているだけなんですね。本能としてはどんどん成長していきたいどんどん良くなりたいっていう欲望を持ってるんです。 だけれども、今まで経験してきたことだったり、人から聞いてきたことだったりとか、入力してきた情報によって、これはだめだよ、あれはだめだよ、これは危ないよとかね、いろいろなその世間の一般的な、ね、話だったり、世間一般論ってありますけど、常識とかっていう言葉ですよね。その常識によって、自分が本当にやりたいこととか夢っていうのが、もう押さえつけられちゃってたりするんですよ。ね そういうね考え思考っていうのが邪魔して本当にやりたいなとか本当に幸せって何だろうっていうことを考えることすらしなくなってしまってるわけですねで自分のやりたいこととか叶えたい夢とか叶えたい欲求が見えない人生っていうのは本当にもやがかかった海を後悔してるのと同じですとねどこに進んでいいかわからないわけですねはっきり言ってねまあ近くにある 近くに見える島っていうのを頼りに後悔するしかなくなるということですよね。まあ、とりあえずまっすぐ進んでみて、ね、あ何か島が見えたじゃあここの島に降りてみようっていうことでねもうとにかくその島に降りてみてどんな島なのかっていうのを調べて、ね、それでじゃあ次にまた、ね、その島を出たらまたまっすぐ進んでみようということでとりあえず見えた島によって、ね、寄り道してっていうことでねどん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 その近くに見えるとか近くにあるその誘惑っていうものにとらわれるようになっていくんですね。 だから目的もないままただ近くに見える島にたどり着くしかなくなっていくとそういう人生になっていくっていうことですよね目の前にある、まあ、あいいなって思うこととか目の前に起きている現象にものすごいとらわれる人生になっていくっていうことですよねで本来夢とか願望を描こうとして見つけ続けることによって、ね、やっともやが晴れて本来ね到着すべき島っていうのが見えてくるわけですね あ,あ,あの島に自分は行きたかったんだっていうことで、ね、自分の進むその道ですよね道っていうのがはっきりと見えるようになっていくわけですでやる気が出ない理由っていうのは、ね、本来たどり着きたいと思っている島がね見えていない状態なんですよ、ね、目の前がもやがかかっていて、ね、先が見えない後悔をしていてね果たしてやる気が出るでしょうかと。 ね、進むべきポイントもわからない島もわからないそんな状態で「よし行くぞ」って言ってね、えー、まっすぐ進むことができるでしょうかっていうことなんですよ。ねまあ、到着すべき目的地があるからそこに進もうっていうふうにするね意欲っていうのが自然と湧き上がってくるわけですよね目的地へたどり着く方法が全く分からなくても進もうというやる気は勝手に出てくるわけです。 もちろんね、えーまあ、本当に目の前にある島にたどり着いて、ね、その島が、ね、たまたますごくいい島でっていう人も中にはいますよ、ね、だけれどもやっぱり、えー、自分の人生っていうのはね別にこういった夢も願望を描かなくても一生っていうのはね終わるわけです夢願望を描いてそれに向かって進んでいく人生も、ね、同じように人生終わるわけですどっちの人生を選ぶのも自分の好きなんですけど私たちの本能として自己成長欲求っていうのが組み込まれてますからね やっぱり成長していく人生の方が楽しいし、ね、ワクワクするし、ね、思い通りにいかなくてもやっぱりそこにたどり着こうとする、ね、ために道に進んでいる時が一番楽しいわけですよね目的地に進んでいる時っていうのが。 でやっぱり目的を見失ってしまっている人生って、まあ、私もね歩んできたことはあるんですけどやっぱりねあの適当な、ね、目の前にある誘惑に負けちゃったりとか目の前にある、ね、今だったらなんでこんなことやってきたんだろうっていうようなことにとらわれてしまってそこに時間を、ね、浪費して本当はねあこんな風になれたらいいなとかあんな風になってみたいなっていう、ね、願望がどこかにちらついてるんですよ。それが全くないっていう人っておそらくいないと思うんですよね。 うんまあ、いろんな情報ってあるじゃないですか、ね、えテレビとか見ていったとしても、まあ、芸能人がすごいねいい生活をしている幸せそうにねえ日々をね暮らしているとかああ羨ましいなとかって思うじゃないですか、ね、別に今なんか SNS があるから SNS を見てね、えー、こんな生活してますってね、えーまあ、それこそまあリア充ですみたいな発信かもしれないですけどそういう発信を見てああいいな羨ましいなって思ったりとか、ね、あるじゃないですか自分と比較してああこんな風になってみたいなとか。 そういうい欲求っていうのがあるわけですよね。うん、本んはその、ね、欲求に向かうためにやることっていうのがあるにもかかわらずそこから目を背けて、えー、適当なことに時間を使ってる、うん、本んに時間を浪費するようなことばっかりに時間を使って人生が全然変わらないとでそれで年だけ取っていってね結局夢なんか叶わないんだとか夢願望なんてね描いてる人はね本当にね愚かな人だとかって言って否定する側に回るわけですよね。うん、どっっちの人生がいいかってことですよ ね、自分の夢願望を描いてそこに、ね、向かって楽しく進んでいってる人生、ね、もちろんね山あり谷ありっていうのを経験しながらだと思うんですけどそれでもね生き生きとしながら人生を送っていく人生がいいのかそれとも,、ね、もう本当に諦めて人生なんてこんなもんだよねって言って自分がね楽しめない理由っていうのを他のせいにしたりとか周りのせいにして、ね、自分は全く変わろうとしない人生、ね、これどっちがいいかってことですよね、まあ、私は少ななくとも絶対に前者なんですね。 うん、どんなことがあっても夢や願望を追い続けると、うん、そういう人生が楽しいしやっぱり人生一回しかないから、ね、自分っていう人間がどこまでいけるのかっていうのをやっぱり試してみたいっていうのがあるので、ねえーまあ、間違いなく、まあ、このやる気っていうテーマについて話しているわけなんですけど、まあ、私は今自分の目標とか夢とかねそういったものに進んでいってるんですねだそこにやる気っていうのはまあ必要ないんですよ正直ねやる気なんて関係ないんですねやる気とかっていうのは結局やっぱりその目的とか ゴールがが見えていないなな人が使う言葉なんですよねや,やりたいこととか目的とかもう何でもいいんですよでとにかく自分があこれやりたいなと思ったらやってみるってことがすごく大事でその,そのねやりたいからやってみるっていうことをどんな小さなことでもいいから繰り返すことによってその夢とか願望っていうのはどんどん膨らんでいくし新たな気づきっていうのが生まれてくるんですよね。 あ自分ってこんなこともやりたいって思ってたんだなとかあ自分って本当にこういうこともねこんな大きな夢を描いてもいいんだなっていうことに気づいていくわけなんですよ。だから最初から、ね、どんな小さなことでもいいので、ね、やりたいなっていう思うことをね あやっぱりやめといた方がいいかなとかこれ危険かもなこれ危ないなっていう頭ですよねその意識でその自分のやりたいっていう欲求を制御している人っていうのはやっぱり小さなことですら達成することができないしね大きなことなんてもちろんね叶えられるなんて思えるわけないんですよなぜなら小さなことすら自分はできないって思ってるからです、ね、小さな願望をやりたいなって思ってることですら自分自身が押さえつけてしまってるのに大きな夢願望を叶えてる人のことを見てねそれをね あのその通りににでできるなないいうふうふは思えないんですよどん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 否定に入っていくんですよね。あ自分なんか絶対できるわけない、ね。あの人だからできたんだとか、そういうことになっていくわけですね。だから、やる気が出ないっていうことをね、えー、別に責めるわけじゃないんです。ただ、やっぱ本能として自己成長したいっていう欲望があるわけですから、そこは素直になってもいいですよねっていう話を私はしたいだけなんですね。そこにずっと抵抗して、ねえー、そこは違う、違うっていうふうに思い込む人生って結構苦しいと思うので。 だから本当にこの動画を聞いてちょっと気づいていただきたい部分っていうのがまあ今話していることであるということですね。もうやる気が出なくて悩んでるっていうことはね自分自身が本当にたどり着きたい夢とか願望を描くことからスタートするわけです。どんな小さなことからでもいいですよ。なんか夢願望っていうと、ねまあ、ちょっと大きすぎるように感じるかもしれないですね。ね やる気が本当に出ませんという人からすると夢願望といったら壮大なイメージがあるかもしれないですけど最初は小さなことからでもいいです。夢願望とかじゃなくてやりたいこととかねもっと分かりやすく自分のやりたいことに素直になるとねいうことをやってみるということですねたどり着きたい夢とか願望が全く見えないのにねやる気だけ引き出そうと思っても無理ですよということですよねそもそもやる気なんて出てくるわけがないということなんですね 目的地がないのにねそこに進もうなんて思わないですよねただただその日暮らしで、まあ、何かいいことあったらいいなぐらいの感覚で生きていてやる気なんか出ないですよねだって大体がですよほとんどがめんどくさいことだったりほとんどがね今の習慣を変えなきゃいけないことだったりするわけですからね何かやろうとしたら、ね、自分の今までの生活サイクルを変えてまでやらなきゃいけないことがほとんどなわけですよそうじゃなかったら別にね今のままの人生で嫌で終わるわけですよね うん、繰り返しになるんですけどやる気っていうのは物事を行おうとする気持ち欲求のことですよね物事を行おうとする気持ちっていうのはその物事自体が、ね、やろうとしていること自体が自分にとって何らかの目的を達成することにつながっているかどうかで引き出されていくということなんですねはいで今回の結論ですね、まあ、やる気が出ないとか好きなことが見つからないとか人生の生きる目的がわからないとか 周りの人が羨ましく見えるなとかこういった人っていうのはやる気を求める前にですね自分自身が本当にやりたいことっていうのを考えてみてください、ねまあ、いきなりやりたいことが見つかるかっていうとそうじゃないんですよねまあ最初に話しましたけど人っていうのは今までの過去の記憶っていうのがありますから、ね、過去の記憶によってやりたいことっていうのが押さえつけられてるんですね だからすぐにやりたいことが見つかるとかね夢願望が見つかるっていうことじゃないんですよ。そういった過去の記憶っていうのをねどん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 こう手放すような行動をしていきながら自分のやりたいことっていうのをね、えーまあ、そこを透明化していくっていう作業が必要になるわけなんですけどまず最初にやることっていうのは夢願望っていうのは何なんだろうなっていうふうに考える時間ですよね。おそらくそういう時間って1分も持ってないはずなんですよ。 ね、こうやる気が出ないなとかっていう風に思ってる人たちっていうのは、ね、自分の夢とか願望って何なんだろうなっていう風にちょっと考えてみるっていう時間をね持ってないはずなんですね一日ただただなんとなく過ごしているとかやることに追われて、ねえー、終わってしまっているとか自分の未来についてちゃんとね あのやりたいことについてですよ自分の未来の不安を考えることではなくて、ね、老後の心配とか、ねえー、このまま生きていけるのかなとかそういうネガティブな発想じゃなくて本当にやりたいことってなんだろうなっていうことを考える時間っていうのを1日のうちに5分でもいいから作ってみてください。 それだけに投資する時間っていうのを5分でもいいから最初は作るということですよね。まずはここから始まるということです、ね。考えるといろんな葛藤が出てきます。本当にこんな夢描いていいのかなとか、そもそも自分にはこんなことできるはずないなとか、いろいろ頭の中でぐるぐる駆け巡るんですけど、それが巡ったとしてもやってください。ね、それをやらない限りは一生見つからないし、ね、一生霧の中でもやのかかったような人生を生きることになるので、ね、1日1分でもいいです、最初はね。 で長ければ5分でもいいです。ね、ですから、そういった時間を使って、自分に、ね、未来への時間の投資っていうのをして、本当に自分の未来、良い未来ですよね。悪い未来を想像するのはいくらでもできます。これは、悪い未来っていうのはね、みんな想像してるんですよね。面白いことに不安とか恐怖に関しては常に考えてるんですけど、いいことですよね。自分の人生が好転していくっていうことについては、ほとんどやっぱり考えないと、考える習慣がないわけなんで、ここで許可してあげてください。この動画を見て、 ね、自分自身は未来に対していい思いとかねいい未来っていうのを思い描いていいんだっていうのを許可してあげてそれで1日5分でもいいから自分の夢願望について考えるっていう時間を作ってみてくださいあなたが本当に本当に生きる目的とか夢願望を見つけてそれに向かって歩き出した時やる気という言葉は必要なくなりますなぜなら自然と勝手にやる気を必要とせずに行動してしまうからですということですね はい。今回の話がですね、少しでもあなたの何かのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。動画の下にですね、LINE アットのご登録フォームがありますので、そちらご登録していただきますと、私と気軽にお友達になることができます。そして、今ですと特典動画の方もプレゼントさせていただいてます。またあ、メルマガの方がいいよっていう方はですね、メルマガのご登録フォームを用意してありますので、そちらからも特典の方を受け取っていただけますので、ぜひこの機会にご登録してみてください。 はい。それではあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。あなたの成功を心から応援しております。